防御率 0.92、 ミフプ 0.99。 なんで便利屋やってんの？今ならマダックス余裕やろな。ガゼルマンよりは勝てると思う。ビハインドロングリリーバーとか浜口京山坂口あたりでええのに。先発じゃ右の浜口やろ。先発やと5登板くらいで消えるからリリーフで賞味期限を伸ばそうとしたんや。便利屋の方が抑えることに気づいたから。先発やとイライラするピッチングするけどどうする？浜口とか石田がいるんだから今更やろ。先発すると長続きしないんだよ。球の高騰はあるけど短いイニングのが集中力続いてんやろ。先発でいまいち結果出んねんから仕方ないやろ。むしろリリーフを試してもらえただけ温情や。先発と中継ぎって全然難易度違うからな。これは上茶谷。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。